自然っていうのはもちろんこう近くで細かいところまで見ることですね。でマクロの自然っていうのは遠くからこう遠景を見ることというふうに考えています。あのここでもこの樹冠がね、あの大きな目で見るとあっちの木はすごい鳥だ。あっちの木は今葉が落ちてしまっているんですけれども、春からずっとね葉が落ちるまではもうここ